皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。ということで本日もですね、アセットコルサやっていきたいと思います。皆さん見てください。早速なんですけどもランボルギーニのですね、新型カウンタック LPI800 がですね、もうすでにモッドがリリースされてるというところで、今こちらの方ダウンロードさせていただきました。めちゃめちゃかっこいいカウンタックですよ。カウンタックが復刻するんですね。しかも新型でね、裏缶とかね、なんかそういうのがねメインだったので、まあでもやっぱりあのフォルムっていうものは形状進化されてますけども、かっこいいね。リアめちゃめちゃかっこいい、本当にかっこいいこちらの方ね、ちょっと試乗していきたいと思います。でまあ本日走りますのは、久しぶりにあの首都高のね、湾岸ではない方を走っていきたいと思います。 OK。 あ、これあれだ、パドルシフトなんですね。了解。ちょっと待って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 、よいしょよいしょ。暗い。なんかあれですね、緊張するんですよ。音がすごい。レブ9000か。中央道行ってみましょうか。
ファイヤーやばい。そしてあれですね、リアが羽が自動で2枚ついてるんだ。これちゃんとアクセル踏むとリアのウィングが跳ね上がって、あれですね、荷重をちゃんとリアに行くように。あの、滑んなければこの視点結構運転しやすいかな。仕上げ方やばいよ、うん、ちょっとじゃあ夜にしてみましょうか。久しぶりに来ましたな。新しいやつですよ、皆さん。これは本当にすごい。おっと、パンシが出てきましたね。これはすごい。そうそう、マフラーの熱が。
ということで戻ってまいりました。めちゃめちゃすごい830馬力の最新のですねスポーツカーってすごいですね。はい、もうフォーミュラーカーにほぼほぼ近い感じの、はい、もうグリップ力、安定性で、馬力、トルクで、ほぼほぼ滑んないんで、下手な運転しない限りなので、めちゃめちゃ運転しやすいで、まあ今首都高ねちょっと走ってみましたけども、まあこちらの方の車使いまして、箱根とかねいろんなところをちょっと走っていきたいなと思いますので、そちらの方もねちょっと楽しみにしていただければなと思います。はい、ということで今日はですねカウンタック、ランボルギーニのね新型のカウンタック首都高モッドで運転してみましたということでですね、この動画面白かった方はねぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということでまたね首都高モッドをやっていきたいと思いますんで、皆さんアテストコルサ楽しみにしてくださいと。ということで皆さんね、またラバちゃんのアセットコルサでお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。